エドガー・メイヤーはアメリカのベーシスト、マルチ演奏者、作曲家。彼のスタイルにはクラシック、ブルーグラス、ニューグラス、ジャズが含まれる。メイヤーはナッシュビルでセッションミュージシャンとして活動しており、様々なチャンバーバンドのメンバーとして活動し、作曲や編曲も行っている。彼の共演者は様々なジャンルにわたる。例えば、ジョシアベル、ヒラリー・ハーン。 ヨーヨーマ、ジェリー・ダグラス、ベラ・フレック、ザキール・フセイン、サム・ブッシュ、ジェームス・テイラー、クリス・シーリ、マイク・マーシャル、マーク・オコナー、アリソン・クラウス、マーク・チャピン、カー・ペンター、ガイ・クラーク、ニッケル・クリークなどである。メイヤーは、テルライド・ブルー・グラス・フェスで、スーパーバンド・ハウス・バンドのメンバーとして、毎年演奏。このバンドは、メイヤーのほかサム・ブッシュ、ベラ・フレック、 ジェリー・ダグラス、スチュアート・ダンカンがメンバー。メイヤーはオークリッチで育つ。ダブルベースの演奏を地元の公立学校でストリング・オーケストラの授業を受け持っていた父親から学ぶ。メイヤーは後にインディアナ大学に進学し、スチュアート・サンキーと共に学ぶ。メイヤーは卓越した技術によってビルト・オースを獲得したことで知られる。彼より以前のベーシスト、 ゲイリーカーやマーク・ベルナットの後に続き、バッハの無伴奏チェロ組曲などに向けた作曲も行う。メイヤーはダブルベース競争曲、弦楽50奏、ベースとチェロの20奏、1999年のヒラリー・ハーンに向けたバイオリン競争曲などの作曲も行っている。2000年、メイヤーは数年に一度目立った功績を果たしたクラシック奏者に贈られる。 アベリー・フィッシャープライズに輝く。2002年には、マッカーサー・フェローを受賞。メイヤーは、ヨーヨー・マヤ、マーク・オコナーとアパラチア・ワルツをリリースし、US ポップチャートで16週にわたり、トップに居座る。メイヤーは再び、ヨーヨー・マ、マーク・オコナーと共に、アッパ、アチアン・ジャーニーをリリースし、グラミー賞で、ベストクラシカルクロスオーバーアルバムを受賞。2006年に、 ソニークラシカルからセルフタイトルアルバムをリリース。このアルバムでは全てを彼が演奏している。基本はピアノとダブルベースだが、ギター、バンジョー、ビオラダガンバ、マンドリーン、ドブロも演奏する。メイヤーはバンダービルト大学とカーティス音楽学校においてダブルベースの臨時准教授を務める。また、アスペン音楽祭の芸術部門のメンバーも務めている。 メイヤーとダブルベース、ありがとうございます。